よろしくお願いいたします。プレミアリーグ、J リーグの各リーグチャンピオン同士が戦う本戦ですけれども、マンチェスターシティとは、初めての対戦になると思いますが、横浜 F ・マリノスにとってどんな一戦となりますでしょうか。昨年自分たちも優勝していますし、自分たちのプライドっていうところもあるので、相手は本当に世界一のチームですけど、やっぱり日本の王者としてプライドをかけた戦いになると思いますし、白熱した戦いを見せたいなと思います。2010年にアーセナルでプレーされたご経歴もあり、宮市選手にとってもゆかりの深い欧州プレミアリーグのチームとの一戦でもございますが、当時も振り返って今どんな心境でしょうか。そうですね、マンチェスターシティと当時、自分はレンタル先のボルトンで、当時19歳の時にプレーさせてもらいましたけど、10年以上経った今、個人的にも自分がどれだけマンチェスターシティにやれるのかっていうところはすごく楽しみですし、チームとしても、さっきとちょっとかぶってしまいますけれども、やっぱり自分たちのサッカーがどれだけできるのか、日本の王者としてどれだけこう世界の王者に立ち向かっていけるのかっていう、そういうところが楽しみですね。本戦において対戦が楽しみな選手がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。そうですね、個人的にはやっぱりハーランドはどれだけすごいストライカーなのかなっていう、あれだけ世界最高峰のリーグで得点を重ねるっていうのは、もう並外れた尋常じゃないことなので、個人的にはすごい楽しみですし、カイル・ウォーカー選手は多分トイメンで当たる可能性があると思いますけど、自分も当時ボルトン時代、彼はトッテナムにいて、僕は右サイドをやることが多かったんで、あまりこう逆サイドで対立することはなかったんですけど、こうしてまた対戦できる世界最高峰のこうサイドバックと対戦できるのはすごく楽しいです。視聴者の皆様に横浜 F ・マリノスだったり、宮市選手のどんなプレーや姿を見ていただきたいと思われていますか。そうですね、やっぱりチームとしては自分たちが貫いている攻撃的なスタイルがやっぱり世界の王者にどれだけ通用するのかっていうところは、すごくチームとしても挑んでいきたいですし、楽しみなところですし、個人的にも自分のスピードが10年経った今どれだけこうプレミアリーグ世界最高峰のチームに通用するのかっていうのは個人的には楽しみです。ありがとうございます。逆にですね、ご自身が視聴者だとしたら2つの試合においてどんなプレーを見てみたいでしょうか。やっぱり、マリノス側としてはマリノス目線でいくと、やっぱりどれだけ自分たちのスタイルがこう世界のチームに通用するんだろうかって、やっぱり視聴者はそこをどれだけやってくれるんだろうかっていうのは期待していると思いますし、逆にやっぱりマンチェスターシティの世界最高峰のやっぱり組織としても個人としても、もう本当に世界一の選手が集まっているので、こうマンチェスターシティを間近に見れるっていう機会はもうなかなかないですし、もちろん僕らもこう夢とかこうそういうものを与えていく立場ですけど、やっぱり世界最高峰から受ける刺激っていうものはもう間違いなくあると思いますし、一挙手一投足見逃さずに試合を見てほしいなと思います。視聴者、ファンの皆様に対して、よろしければメッセージをお願いできますでしょうか。そうですね、やっぱり昨年の J リーグ王者として自分たちも意地がありますし、自分たちの攻撃的なサッカーのスタイルっていうものをどれだけ通用するのか、そこをぜひ視聴者の皆さんには見てほしいですし、やっぱりマンチェスターシティが来るということで注目度も高いと思いますし、本当にね、少年少女これからサッカー界を担っていく未来の子どもたちがこう世界の選手たちから刺激を受けて、またこうサッカー界が盛り上がってくれればいいかなというふうに思います。